毎日アヘアホ体操。アヘアホ、ヘとホでお腹をへこませて、アヘアホ。 OK です。アヘアホ体操の下野正弘です。今回は肩こりの方、とりあえず朝起きたらこれをやってということを紹介したいと思います。まあ、いろいろと肩こりの人たちにはですね、やっていただきたいエクササイズっていうのはあるんですけど、とりあえず朝起きたらこんな体操やってほしいなっていうのをですね、今日、いくつか紹介したいと思います。まずは腕を持ち上げるんですね。腕で普通にこうバンザイするのもすごくいいんですけど、まあ、朝なのでいきなりこう、バンザイも結構きついかなと思うので、肘を曲げたバンザイ、こうですね、こんなようなこう中途半端なバンザイ、こうすると、まあ、肩関節への負担も減るんですけれど、あとは、背中、特にこの肩甲骨が、意識しやすいんですね。まあ、肩甲骨を意識しながらのバンザイ、バンザイ、バンザイ、これを20回やっていきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。 OK です。まあ、1日の中でこう肩より上に腕を持ち上げる機会って意外と少ないんですね。まあ、1日の終わりにです、今日1回も肩から上に腕を持ち上げてなかったっていう日ももしかしたらあるかもしれないので、ぜひともですね、肩から上に腕を持ち上げる朝からやってみてください。次は首、首の回旋です。いきますよ。右左とですね、10回ずついきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。やっぱり首回りをしっかりとですね、ほぐしています。寝方によっては首に負担かかっている時もあると思うので、この周りのですね、こう寝てる間にちょっと凝り固まった首周りの筋肉、そして関節をほぐす意味で、朝からですね、回旋運動をやっていただけるとすごくいいと思います。あとはですね、背中、肩甲骨をしっかりと使うためにハッスルハッスルですね、肘をしっかりと引いてハッスルハッスル、肘を後ろにグッグッと引きます。この動きにアヘアホをやっていきます。引くと背中に効くと思うんですね。この背中の筋肉もしくは肩甲骨を感じながら、ヘとホでお腹をへこませるアヘアホ体操。ヘとホで引っ張ります。アヘアホですね。いきます。せーの、アヘアホ。